4月29から30日の国内映画ランキングが5月2日に発表され、元スマップの木村拓哉44主演で注目を集めている無限の住人は週間6位に終わったことが分かった。同作はオープニング2日間で興行収入は約1億8900万円に止まっており、以前に木村拓哉が主演した HERO の最終興行収入46億7000万円を大きく下回った。同作は木村にとって過去最大と言っても良いほどの大々的なプロモーションを展開した。全国10都市を縦断するプロモーションキャンペーン、全国の住人に会いに行きます。日本無限の旅では、主演の木村、ヒロインの杉咲花19がアンギャし、各地で舞台挨拶付きの試写会はもちろんのこと、この時期に発売された映画専門誌のほとんどを木村が表紙を飾った。また4月18日の報道ステーションテレビ朝日系では、スマップ解散ネタをも解禁とする独占インタビューに答えるなど、なりふり構わない PR 活動を行ってきた。それもこれも木村がスマップ解散後にソロとしての初主演となったことから、大こけするわけにはいかないとジャニーズが躍起になって仕掛けたものだ。しかし公開前にあまりに多く情報を流しすぎたことでネタバレ情報が出回ってしまっていたこともあり、この惨敗ぶりも当然と見る声が大きい。木村の役柄やクライマックスの見どころなどの情報が事前にネットで出回ってしまっていたため、映画ファンからは見る必要なしと思われてしまったことが低迷の原因だと言われています。また一連のゴリ押し露出にさすがの木村ファンもドン引きしている様子で、映画ファン木村ファンも興味を失っているとも、むやみやたらに露出プロモーションを打ったことが残念ながら逆効果になっていると言わざるを得ません。映画業界関係者、監督にも低評価、もはや見る人なし。同作の低迷は木村のゴリ押しが失敗しただけでなく、監督の全評判の低さが影響したという声もある。監督の三池崇史56はかつてクローズゼロで大ヒットを飛ばしたものの、昨年公開のテラフォーマーズが映画ファンから一斉に酷評されるなど評価は急降下している。毎年のように話題作を複数担当するなど多忙なことも終わって、作品のクオリティに差が現れているとの指摘も絶えない。そんな声もあって、三池作品の公開前の期待値は下がりっぱなしなのだという。三池監督作品はたまに当たりが出るものの、最近ではほとんどが大外れとあって、映画ファンの心が完全に離れてしまっている。実際には見た人の間で思ったより良かったと高評価の声も聞かれ、三池監督らしい地味泥演出も作風としてはハマっていた感があるものの、木村のファン層に地味泥演出を好む人は少なかった。家族連れにも向かず若いカップルにも不向き。この連休中も都心部の映画館の入りは閑散としていたようです。映画史ライター、もはや客席が埋まっていないことを自虐ネタに各地で同情票に訴えるべく、木村自ら土下座キャンペーンを展開するのも一つの方法なのかもしれない。ネットの声、みやびや稲葉さんは味方、適正するのやめてほしい、アーティストを巻き込まないでほしい。見ました。この記事を書いた佐々木さんはこの作品を見てるのかな。席が柄空きって
さぞかしいろいろな劇場を回って調査なさったのね。まさかネット予約を見てじゃないですよね。この記事が言うほどひどい作品とは思わなかった。人一人の命を奪うにあたって登場人物それぞれの仁義や正義があって考えさせられるところがある作品でした。地味どろがグロースアップされた記事が頻発して敬遠されがちだけど、この記事書いている佐々木って記者、バイト、本当に嫌い、大嘘つきだわ。50万人動員ってそんなにダメレベル。無限の住人はすごいと思うが、私が行った映画館は結構お客様いたけど、こういう詐欺記事はメリーの依頼か。面白かったよ。これから新しい人生歩もうとしてるんだから応援したらいい。キムタクは頑張ってると思うけど、早く帰れない人がいるとか WW 中井太の言い訳も見苦しいな。木村拓哉も子供の親がクズでも子は育つ昔の人はよく言ったものだ。少しはあと2週くらいで増えるかも。だけど5億行くか行かないか。行かないとどうなの。赤字じゃないといいけど。別に中井くんのバラエティはお金かかってなさそうだしね。普通に1時間になれば9とか行くんじゃない。2時間だと平均になって早く帰れない人もいるしね。木村の番宣の視聴率が良かったのはどんなことを言うのかという単なる興味本位、単発出演だからだよ。レギュラーで出たらたちまち視聴率急降下。そうなんですねから私は見てよかったですけど、2回目はいいかなって感じです。あとはカンヌと海外公開でどんな評価が出るかですね。外国人には縦のシーンが喜ばれそうだから、好評ならば逆輸入公開もあるかもしれませんね。人として嫌い、信用できない人です。この記事書いた人は世間知らずだな。恥ずかしい。視聴率を取るっていうのは大変なことなんだねから、ファンだけが見てもビビたるもんってことを先週に引き続きつくづく思い知らされました。それを考えると木村くんと剛のドラマはファン同士で別れてた割には良かったのはすごいことだったんだねから今更だけど、中井の番組も視聴率取れないんだ。仲間内で底辺の話をするなって、 W 元 SMAP が数字取れないのは SMAP×SMAP が打ち切りになるって時から分かってるだろう。 W 人の批判してそんなに楽しいの。キムタク映画大コケと叩いてる人仲井の昨日のゴールデンタイム制スペシャル、朝からワイドショーで番宣やってたのに視聴率 6.8% って。先週が7.6% キムタクゲストの徹子、マツコももっと撮ってるよ。記事にもコメントにも違和感しかない。呆れた。6位と惨敗なのを世に知られるのを嫌がって、まだ制作もしてないニノとの映画の情報を出してもみ消そうとしても、事実は変わらないわといつもなら、サプライズでギリギリまで発表しないのにね W。キムタコの映画なんか、バカなキムオタしか見ないよ。キムタク、工藤静香、ヤバい夫婦、見たくない。もう、公に出ないでほしい。木村拓哉第二章を応援してる人たちが、映画にもっと貢げば、博士回避できるでしょ。頑張って。
ファンの人もキムタク信じてついていくんでしょ。なら、ここでのコメントなんか気にしないで、自由に書き込みする場所だから、批判も OK。ツイートで評価ある。評価のランキングでは10作中、10位だけどね。竹野内豊は、仕事断る話よく聞くよね。スターなんだから、それくらいのスタンスで仕事選べないのかね。露出多すぎると、飽きられる。薄っぺらい仕事選ぶと、ダメになる。それくらいのことわからないのか。ま、竹野内とキムタクじゃ、自己管理も運転の差だけど、年上だよね。竹野内の方が、まだまだ、かっこいいけどね。ゴールデンウィークって、子供連れしか映画館ないわけないよ。連休だから、暇だから映画行くんでしょう。そんな絶好の時期に公開はチャンスなんだけどね。時代劇好きな中年サラリーマンにも、そっぽ向かれてる。東京の映画館は見たければ、並ばなくてはいけない映画たくさんあるよ。入れなくて他の方に行く時もある。東京だけじゃなく神奈川もそうよ。地方は、ガラガラが普通なんだ。そんな首都圏の映画館でも、呼び込みしてたらしいね。やばすぎる。キムタクは、過去の人、今は、背が、高く、足の、長い小顔な若手俳優の時代です。ファンなら、これからの動員を期待するのはわかるけど、映画は、初週が一番入るとき、来週からも新しく始まるのが出てくるし難しいと思うけどね。菅田くんの映画にダブルスコア差があるらしいね。岡田くんの追憶と唐沢俊明のラストコップが土曜日から始まったから今は8位。HERO は連ドラの成功があっての映画化だろうから、そこと比べるのは違うんちゃうの？キムタクのもろもろの状況の違いもあるだろうけどさあの映画のプロモーションも誰が考えたんだろうね。下手すぎキムタク出しまくりゃいいってもんでもないだろうに。大掛かりなキャンペーンやっていたなんて知らなかった。顔写真付きでヤフーニュースに載せるのを解禁した方がよっぽど宣伝効果あると思うけどね。すかしたおっさん見て何が楽しい？キムタクの演じるキャラはいつも同じだからな。上からスマオタの気持ちは腐ったらないわ。キムオタはすぐ家族があって言うけど、木村が事務所から今まで何回も独立しようとしてたことはスルーなん。俳優木村拓哉は日本じゃ正当な評価されないからジャニーズとスマップ抜けて世界に羽ばたけとか、キムオタさんざん事務所もメンバーも先輩後輩も俳優もボロクソに毎日毎日叩いてたじゃん。キムラ残留ってなった途端に急に事務所よいしょし始めて手のひら返す手腕がそっくり。原作は面白かったので残念です。最終話で現代に生きるマンチを見てグッとくるものがありました。金で思い出したさっき5月6日に世界に一つだけの花が五郎の日だからまた売れたって記事があったけど、スマップファンって何やってんだ。もう持ってる CD 買ってどうすんだ。マジで気色悪い。よく汗水垂らして稼いだ金を、そんなことに使えるな。まさか旦那が稼いだ金じゃないだろうな。もしそうなら、マジでおぞましい。あの嫁と羊親子が喜ぶのかと思うと、頑張って働いた大事なお金を使う気になれない。まず、監督が三池。他の監督からは、低評価。監督の才能なしと烙印を押されてしまっている人、一部の日本マニアの外人にしか認知度なし。その次に役者。役者は主役は名ばかりの主演。お金を払ってみるのもバカらしい。レンタル鑑賞でも選択肢に入らない。映画会社は巨額の制作費宣伝費を溝に捨てたようなもの。
地雷劇だしねから。しかし、事務所が、原作が人気の漫画だしキムタクなら時代劇でもヒットするはずと思って、この映画に決めたのなら見る目がなさすぎだよね。ヒットしなくてもキムタクのイメージを変えたくてというのならわかるけれど、同じ時代劇で武士の一分は結構いい評価をもらっていたし、その次がこれだともったいないと思うわ。私には中井くんがテレビ用でいい人ぶってる感じで嘘くさく見えるけど、キムタクはもう家族がいるから他のメンバーとは考えが違うと思う。自分の身の振り方は個人の自由。そもそも最初にスマップを引っ張ってきたのはキムタク。そこは紛れもない事実。ちなみに別に誰推しでもありません。そりゃわざわざ金払って木村の顔なんか見たくないでしょ。テレビで放送されるまで待てるし、テレビだったら見てもいいかなっていうくらいの映画。お金出して絶対見たいって思わない。現在公開中の映画では美女と野獣ならカンに行こうかなと思える。この記者は自分で映画見てから書けば、それで初めて監督や出演者のこと書けれるんじゃないの。名前も出せれない関係者やライターのたわごと書いてどうしたいの。芸能界一の嫌われ者木村拓哉引退しちゃいな。木村くん、独立案に首を縦に振ったことなかったんじゃない。仮にそんなにも空席が目立つのなら、それってもしや好きな座席好きな位置でゆっくり見放題と思ったら、席なんて選ぶ余地もなかったよ。からからから都心です。座席見事に埋まっていました。どうにか隙間に席取れました。この作品すごかった。面白かったです。ゴールデンウィーク明けてからカンに行く方が多いと思う。実際自分もそうだし、なんで飯島にバカと言えよなの。メリジュリに一方的にパワハラされて追い出され、スマップを潰されたのに、副社長という権力者だからこそ飯島をサクッと首にできたんでしょ。フカランで何だって映画館を行ってないでしょ。映画は見たのかな。やっと本領発揮ではたけるか。ゴールデンウィーク向けじゃないから後回しにされても仕方がない。いやから素晴らしかった。あんなアングルで攻めてくる監督に興味が出ました。またタッグ組んでほしいな。木村 vs 三池監督最高。